はい、皆さんこんにちは。朝なぎコンサルティング司法書士の加山麻里乃でございます。ですね、ごめんなさい、遅くなりまして、司法書士試験のですね、一次試験の合格発表が、先日ございました。で、ですね、怖い、皆さんこんにちは。朝なぎコンサルティングの司法書士の加山麻里乃でございます。今日はですね、産経さんが、取り上げている、記事についてちょっと皆さんにご紹介したいと思います。で、弁護士、なんだちょっと待って、はい、皆さんこんにちは。朝なぎコンサルティングの司法書士のですね、党の設立を行った日、なんか何言ってるか分かんないな、ちょっと待って、なんかダメだこれ、これダメ、これ言うのやめるわ。はい、皆さんこんにちは。朝なぎコンサルティング司法書士の加山麻里乃でございます。ですね、先日、高須クリニックの高須院長をとですね、立花先生の、対談が実現しました。で、元はですね、ちょっと、はい、皆さんこんにちは。朝なぎコンサルティング司法書士の加山麻里乃でございます。あ、ちょっと服着替えよう。はい、皆さんこんにちは。今はですね、鶴トンタンに来ております。今日はですね、とある、方のですね、送別会ということで、六本木に来て、飲んでおります。今からですね、カレーうどんを食べたいと思います。はい、皆さんこんにちは。はい、あ、ちょっと待って、いや、もう一回やって。はい、皆さんこんにちは。朝なぎコンサルティングの司法書士の加山麻里乃でございます。ですね、最近、テレビ局のやらせ問題がですね、ニュースになっていて、その人気番組が、何でしたっけ、希少生物を発見しに行く、発見、人気番組に乗ってもかい。はい、皆さんこんにちは。朝なぎコンサルティング司法書士加山麻里乃でございます。今日なんか待って、もうちょっとですね、私はですね、今司法書士という、仕事、ちょっとでもう一回、司法書士で業で、いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。